さあ、今日も張り切って、セールスセールス。いやあ、さすがケイスケだよ。今回やっていくスマホゲームは、なんでもセールスマンっていうゲームでね。なんでもね、訪問販売して、いろんな言葉を駆使して、相手に商品を売るというゲームらしいです。なんかさ、1年前に似たようなビジュアルのゲームやった気がするんやけど、その時はさ、この右のペコペコしておる男はお笑い芸人だったはずなんやけどな。あとさ、左のバーサのニュースを割る。やっていきまーす。オープニング。すごい段ボール積んでる。どんだけアマゾン対応してるんだ俺。俺も結構しょっちゅうアマゾンで注文しようけど、この人大概やな。あれ、誰もいない。入社日なのに困ったな。おーい、ん、なんかどこからか声が聞こえるぞ。お前ダンボールハウス作ってんの？会社にダンボールハウス作ってんのお前。よく来たじゃん。うわー、いやー、気づいたらこうなってたじゃん。何が気づいたらじゃんお前。お前社内で立場ないからって自分の部屋作ろうと段ボール積みて、段ボール組みで部屋作っとんじゃないのお前。かわいそうな社長じゃないのお前。誰？ああ、俺はここの社長、これから宿よろ。やっぱ社長だったわ。なんか威厳のない社長だな。失礼しました、よろしくお願いします。なんなんだこの人。うちの会社は営業、いわゆるセールスっていうことをやってるんだけど、チーミー、見た感じセールスはビギナーっぽいじゃんね。あ、でも1年前やったゲームではね、訪問販売じゃなくて通販の番組やってましたからね、それなりにトークはできると思いますよ。元お笑い芸人ですし。あ、まあ、はい、ダメだ。この喋り方じゃ多分訪問販売向かないタイプの人だな、この人。とりまー、やってみないことには始まらないでしょ。とりあえず手上げで、あと赤いテープの段ボール箱開けてちょう。これですか？商品とセールスの説明が入ってるじゃん。それ見ながらセールスしてみるじゃん。それじゃあバイブス上げていきましょーい。この人のキャバクラとか生き慣れてそうな喋り方してんな。え、教育係的な人は。いやー、毎日サーフィンしてたらみんないなくなってたじゃん。サーフィン趣味なんだから、このダンボールハウス、ダンボールで部屋作ってマジ闇ここでこもろうみたいな感じでやっとったんこれ。じゃあ、しくよろー。とりあえずやってみるか。嫌なところに入社してしまった気分だ。なんこれ、味噌汁か。あー、お味噌汁を、インスタントの味噌汁やな。お湯を入れるだけ出てきないやつじゃ。お味噌汁セット20個。あとはしくよろー。その手やめろ、お前。こいつなんか、この社長なんか立ち位置すごいイラつくな。早速セールスしに行くじゃん。とりあえず当たって砕けろじゃん。なんか1年前にも似たような喋り方で、しかも同じことを喋ってたような人いるんですけどね。なんなんこれ。パラレルワールドの話なんかな。1年前となんか展開がすごい似とんやけどな。あれ、なんかこの見た目も1年前で味わったな。さっき渡したお味噌汁を持っていくじゃん。テーブルに出ても仕事できないじゃん。これが600円。そう、私でどんなもんなんかわからんけど。よっしゃ、行こうか。普通出勤者な。で、初めにど田舎町に行くじゃん。失礼やろ、ど田舎町って。もうちょい言い方ないんか。行くか。そこの家とか良さげな気がするじゃん。売りつけに行くじゃん。オッケー、これカズオさん。わー、なんかお味噌汁好きそうな名前やな。なんだお味噌汁好きそうな名前だお前。まあ行くよ。カズオさん宅。あ、俺が鳴らすんじゃ。オッケー。なんじゃ、
誰かの、じいさん出てきたな。こんにちは、私、〇〇商事アルバイトの中田と申します。アルバイトだったんで、この人。今回おすすめしたい商品がございまして、金利をお伺いさせていただいております。ばあさんや、出前頼んだかの。じいさん、お前耳大丈夫か。ほんの数分で説明は終わりますので、終わるんかな。内容的に数分でも、こうじいさんに教えるとなると1時間ぐらいかかりそうな気がする。わしゃ、寿司がいいの。寿司の話なんかしない。お話だけでも聞いていただけませんか。いつもカッパ巻きしか食べさせてもらえんでの。知らんわ、お前。お前の頭の両側はなんかシャリみたいなんついてるな。よう見たら。来た、セールス。じいさん、なんか顔色悪ない。ありがとうございます。私、〇〇商事でアルバイトを勤めております。中田と申します。本日ご紹介させていただきたいのは、お味噌汁セットでございます。ほう。ご存知ですか？いんや、全く知らん。聞いたことなか。お味噌汁聞いたことないってどんな生活してきたん？あんた海外で住んでたん？こちらが今回のパンフレットでございます。どっかで見たことあるの。孫の結婚式の引き出物にあったような、なかったような。いえいえ、そこらのお味噌汁セットとはわけが違います。そうじゃ、スーパーの特売コーナーじゃ。ああ、会話にならない。バシッといい感じに商品をお客さんにアピールするじゃん。オッケー。これか、セールスポイント。これを、なんか1年前でもやったぞ、これも。これがちょっと醍醐味やな、このシリーズの。1つ目のセールスポイント。ダイエットを諦めている方。超高圧水流ですっきり30日間返金保証。お味噌汁で返金保証あるか。初めて聞いたよ、お味噌汁で返金保証って、お前。鮮度抜群。お味噌汁で鮮度って話聞いたことないな。斬新やな。グッド。よかったらしい。今まで返金されたことが一度もないほどに、こちらのお味噌汁セット、品質には自信があります。そうやな。なので、絶対安心の30日間返金保証を実施させていただきます。今朝、築地から仕入れてきたばかり。新鮮抜群なお味噌汁セットですよ。油が乗った今の時期がまさに旬というのは油乗ってないだろう。味噌汁に油なんかあるん。お客様のご存知のことと思います。はて、お得な気がするが、まだわからんの。入れば飛んでるぞ、おじいさん。お客さんの気になるメーターが上がるほど買ってくれる数が増えるじゃん。1個欲しいって出てとるな。こんな感じで残りもじゃんじゃんアピールしていくじゃん。 OK です。了解です、社長。こちらの商品どのように使用するかと言いますと、そうね、食べる食べる、キクキク、乗せる乗せる、食べる、普通に食べるでいきますね。今回はこれ食べる。そう、うん、このお味噌汁セットはフリーズドライ製法でギュッと美味しさを閉じ込めているんです。一口食べると甘みと香り、そして懐かしさが、なるほど、母の味を味わえる。お母さんはお味噌汁にそういえばあんな具が入ってたな、懐かしい。口いっぱいに広がります。ばあさんが作る味噌汁はだしも味噌もない味噌汁じゃからの。味噌汁じゃねえな、お前。ばあさんの方が末期な気がする。黒おじいさんよりも、まあ、ばあさんの方がやばい気がするな。なんか認知症レベルが。エクセレント。よっしゃ。さらに、こちらの商品を購入された方に、アンケートをお願いしたところ、レビューか。カレーの味がする。カレーの味してたらカレー粉の間違えとんじゃん、お前。お味噌汁セットとか言いつつ、カレー粉入れとんじゃないの、お前。ここは普通にお袋の味にしとこう。
ベーシックに行くぜ。あ、シャッフルされてる。ちょっと待って、シャッフルされてる。あ、そういう感じだ。お味噌汁これじゃなかった。だしこれだろ。オッケー。あ、シャッフルされるんだ、これ。グッド。なんと 99.9% の方がだしが効いてると回答されています。まるで料亭のようなお味噌汁をご自宅で楽しめますよ。いいね。そして、こちらのお味噌汁セット。特別価格で600円のご提供となります。こんな値段今しかありません。チャンスですよ。しかしばあさんに聞かんで買うわけには。あ、大丈夫大丈夫、ばあさんの言うことは当てにならなそうな気がする。次、おいワード。あ、10秒。朝が忙しい時に大丈夫ですよ。お試し感覚でいいじゃないですかね。最近話題なんですよ、お試し感覚で。おう、どうなんだろう、こういう感じなんで。あかんの、あかんかったんじゃ。これは去年買おうと思っとったんじゃ。ああ、そうなんですか。通販で買えばよかったですね。通販だったらこの人を勧めてくれよったな。数回抜けておった。あ、よかったん。ああ、このじいさんが欲しかったやつだったっけん、ちょっと 1.5 倍の収益入ったんじゃ。みんな持ってますよ、買わなくてもいいんですか。よし、わかった。5個だけじゃつ結構買ってくれたよ。味噌汁に3000円出してくれたやん。あと、ばあさんには内緒じゃぞ。わかりました。5個ですね。すぐお持ちいたします。5個も売れた。こんなん5個もいっぺんに買っていくもんなんだろうか。やったー。3000円売り上げました。いいですね。ちょっと途中パッドも入ったけど、なんとかよかった。なるほど。相手にあった商品やったけん、収益 1.5 倍になったな。そういうところも考えながらできるんやな、このゲーム。なるほど。よっしゃーよっしゃーよっしゃー。あらー、80。あー、60か。まあ初回やけんな、60でしょ。もういいでしょ、ビンゴが1マス相手。ビンゴってなんだ。まあまあじゃない。ありがとうございます。いいっすね。事務所戻ろう。これでセールスは終了じゃん。ちょろいじゃん。ちょろかったな。あんがい5個も売れたもんな。じゃあ、ノルマ達成するまで、じゃんじゃん、バリバリ売りつけるじゃん。オッケー。商品買えれんのかな、これ。他の商品もちょっと試してみたいんやけどな。しゃあないか。粗品とかある。あ、粗品。ああ。な、在庫機出てるわ。あ、粗品ね、タオルとか配ってもいいやな、これ。よっしゃ、来てみたぞ、ど田舎。ど田舎、来てみたぞ、お前。この前、カズオさんのとこ行ったっけん。トメさん、おばあさんかな、名前からして。行くぜ、マッチ。ああ、おばあさんも和食とか、お味噌汁とか好きそうやけんな。行くぜ。まさかと思ったけど、連打できるやな、これ。でも大変。はいはい、どうだったかいね。あんだけ連打したのに怒らんっていうばあさん、心広いな。こんにちは、私、まるまる商事、アルバイトの中田と申します。はい、なんだって。あ、聞こえてないな、これ。よかった、連打しといてよかった。一回だけ押したぐらいだったら聞こえてない可能性あったな、これ。いえ、ですから、ね、寝てる。寝てるみたいだ。おい、ばあさん、ばあさん、ばあさん。行くぞ、お前が倒りだ。ごめんなさい。普通に喋りかけるな、お前。謝れ。謝れや。なる普通に始めたんだな、お前。こんにちは。おだち、まるまる商事、アルバイトの中田と申します。今回、お勧めします。どの口が言うんだって感じやけどな。近隣を お伺いさせていただいております。だから、やかましい、突っぺったるぞ、こら。ほんの数分で説明を終わりますので。
なぜか怒られてしまったようだ。お前常識でないのか、バイト。え？じゃあ一回だけにするわ。怒られたままやってしまった。ああ。カズオ、もっと買え。カズオ、まだ来たぞ、カズオ。カズオ、まだ来たぞ、カズオ。この辺はパスしよう。まだ来ましたよ、カズオさん。同じところに来ると思わんかったわ。だって他の二人断られてしもたもん。断られたわけではないやけど。お、来た来た来た、声出てくるんじゃ、粗品。ちょうどこれを切らしておったんじゃ。17個、もうタオルだけ17個も欲しがるか、お前。それはいくらなんでもおかしいだろ。魔のタオルでないか、お前。タオルの中になんか危ない薬物仕込んでないんじゃないの、お前。なんか。このタオルどっから仕入れてきたん、お前。こちらが今回のパンフレットでございます。そりゃ見ただろうな。最近来たもん。つい最近来たもん、そりゃ。違うぞ。違うぞ。もう昨日の今日やぞ、お前。いえいえ、こちらの、この辺は同じか。よっしゃ。ちょっと、この前と違うやつで。この前と違うやつで行ってみようか。そうやな。偏差値。お孫さんにちょうどいいですよ、お前。で、吸引力。吸引力押すぞ。どっから吸い込んでんだ。吸引力の止まらない。吸引力ってこれ、お味噌汁、吸引力でつまりお味噌汁をすするときの口の吸引力の。うますぎて止まらない、この味。そういうことか、友達にそう言うやな。翌日には偏差値60になった気がすると大好評。頭が良くなりそうな気がするお味噌汁セットがこちら。こちらはサイクロンジェット技術を応用して作られています。サイクロンジェットセオ、サイクロンジェット技術、掃除機の話。6時間連続稼働でも吸引力が一切減りません。もうすごくパワフルですよ。それわかるわけないだろ、もう絶対お味噌汁に関係ないことを喋ってる。これ、こちらの商品どのように使用するかと言いますと、きた、食べるキック乗せる。キックってなんだ、キックって。あー、こういう些細なことも楽しめるっていういい人生ですね。このお味噌汁セット、お湯ご注ぐ音もお楽しみいただけるんです。水温はそれぞれ 独自の周波数の音やリズムを刻んでいます。水温はすべて物の形を作っていると言っても過言ではありません。怖い怖い。えら、さあ、あなたも世界を形成する音色を体験しましょう。味噌汁で語りが悟りが開ける時代。じいさん、悟りに興味あるのか、お前。やめてこれ。やめて、その写真ちょっとマイナスイメージ作るんですけど。さらにこちらの商品を購入された方にアンケートをお願いしたところ、誰だれ、これカレーの味がちょっと気になるな。カレーの味選びたいな。やばい、割と難しいね。これカレーか。お袋の味だった。ワイトシャッフルが目を終えてないんやけど。エクセレント、エクセレントやけどさ。特別価格、青いワード、これ。めっちゃ買ってくれた。同じじいさんめっちゃ買ってくれたんやけど。なんだ？
大富豪の男気だ。話を大体聞かせてもらってよ。ぜひ私にもその商品を売ってくれないか。どうしようかな。しょうがないな。特別やぞ、お前。こうか。おー、7個。あー、じいさんの方が買ってくれたぞ、お前。おい、じいさんの方が買ってくれたぞ。逆にじいさんが買いすぎなんか。タオルの魔力すげえな、おい。やったー、セールスの任務はクリア。これで、お味噌汁セット以外にも売れるようになるんか。総合評価、80。よっしゃー、やるじゃんの、やるでしょ。タオルの魔力ですよ。お、いい感じにノルマ達成できてるじゃん。まあまあ、私にかかればこんなものですよ。いや、悪評つくようなことしてるけどね、あんた。ふふふ。その右手なんすか。その右手ちょっと鬱陶しいんでやめてもらっていいですか。すみません。チームにはもっともっとセールスの力をピカピカに磨いてほしいじゃん。今日は特別に俺がお辞儀の仕方をレクチャーしてあげるじゃん。え、今更？え、そんなん教えるんだったらさ、セールスに行かせる前に教えればいいのに。あ、ありがとうございます。まず、よし、まずは頭を下げる。こうですか？いい角度です。もっともっと下げる。なんかここまで下げられたらさ、でもってさ、その下げた状態で顔こっちに向けてきたら、なんか逆にちょっとムカつく。いいね。じゃあ次は膝を曲げて、お尻とかかとをつけぐらい曲げるじゃん。あ、パワハラですねこれ。そうそう、完璧だ。おじぎちゃん、ふう。これおじぎというより土下座では。そう、これこそが営業マンのトラディショナルなスタイルじゃん。マジっすか。マジマジ。本当に？ちょっと持ったじゃん。でも実際は？俺っちはセールしたことないから全く知らないじゃん。全くねえのかよ！ああ、これはじきに社長なれるな。乗っ取れるな、この会社。あ、そうそう、オープンテラスでバーベキューの、ま、時間じゃん。お前遊んでばっかじゃないか、お前。バーベキュー？そうそう、今回はこの商品売ってきてほしいじゃん。なんだ、トイマー敷くよろー。ああ、うまいよな、焼肉のタレご飯。俺もよく焼いよるよね。これなんか本と化粧品か。水素水清水水って感じに水もできたんだよ。なんだこれ、水素水、え？え？水素水潜水、読みにくいな、おい。気になる、これ何これ。まずこれ何なんて話なんやけど、お前。あ、スーツがグレードアップできるやな。よっしゃ、準備できたし。ばあさん、ばあさん、ばあさん、今度は起きとんちゃうんか、お前。これぐらい流さんかったら、ばあさんには届かんからな。はいはい、どなたかいね。来た、ばあさん。ちゃんと、今回はちゃんとどうにか寝るなよ。寝るなよ。寝たー。このばあさんが起きることってあるんかな。行くぞ、行けるかな。もうそろそろ起こせないだろうな。行くぞがダメだったら、もうこの街の人、顧客一人しかおらんぞ、お前。今回は丁寧に一回だけ押すよ。おらになんか言おうか。こんにちは、私丸々商事アルバイトの中田と申します。今回おすすめしたい商品がございまして、近隣をお伺いさせていただいております。お客さんダメか。よかった、怒ってない。ああ、いえ、むしろそちらが。うちの野菜さ、持ってってくんな。無農薬だから体に良いし、
おいしいっぺ。あ、ありがとうございます。え、ただだえん。あー、よかった、始まったわありがとうございます。私、〇〇商事でアルバイトを務めております中田と申します。本日ご紹介させていただきたいのは水素水潜水機。あ、よかった、読めたわ。けどなんなんこれ、具体的に。そらなんだ、新手の牛か。あ、そうでした。こちら、つまらないものですが。出た、麻薬入りのタオルエクセレント。もうこれでさ、何か分かってないくせに発光欲しがっとんけんなどうかしとるんこのタオルどうかしとるんよこのタオルんだ、ありがとうさまだべ。こちらが今回のパンフレットでございます。おお、もう牛小屋にこれ置いてっぺ。いえいえ、今までの水素水潜水機とはわけが違います。セールスポイント。水素水潜水機はようわからんけどさ、まあ、空も飛べるんじゃん。飛べガンダムじゃんお前。水素水潜水機、3歳からでも使えるんですよ。3歳でも使えるんですよ、すごないですか。何かよくわからんけど3歳から使えるんですよお前。3歳ってすごないですか。なんとこちらの水素水潜水機、空が飛べるんです。はぁってなるよね実用性はよくわかりませんが、分かってないんか。まあ飛ばないよりは飛んだ方がいいでしょう。こちらの水素水潜水機は3歳児から使える安全設計。3歳児といえば好奇心が最も旺盛な年齢。幼少期から慣れ親しめばその道のプロも夢ではありません。水素水潜水機空を飛ぶプロって何だお前。もうよくわからないものにわからないものをくっつけるなお前。さあ、この水素水潜水機でレッツ英才教育。すごいっすねー。やめろ、鎌振りますなお前は。危ないわお前。こちらの商品どのように使用するかと言いますと、抱える、投げる、つける。抱える、投げる、つける。潜水機ってことは水を入れて、なんか、水を洗う的な、もうなんか、ちょっと中に使って汚れた水を洗う的なもんなんかな。投げてみるか。はい、ぶつけるんかな、これ。誰だね。こちらの潜水機はカーリングのように氷の上を滑らせていただくだけ。特別フリーターの軽量素材で作られているこの潜水機は、燃えてる燃えてる燃えてる、ワイドスピードじゃないやけんお前。圧倒的スピードで滑り続きます。これであなたもカーリング日本代表選手にきっと選ばれます。そうだねーって言うかボケ俺は滑るのは苦手だっぺーさらにこちらの商品この絵の家ね、ゴーじゃないやけどお前さらにこちらの商品を購入された方にアンケートをお願いしたところ、アンケート購入者のレビュー、あー、まだシャッフルのやつか。コーラが出た。いいんちゃん、普通の水コーラにできるんだったら夢のようなもんじゃんお前。水素の味がした、普通の水道水コーラでしょ。コーラじゃんお前、本田圭佑が押しとるコーラじゃんお前。やばいやばい、これか。来たー、コーラ来たー来たぞコーラ。なんと 99.9% の方がコーラが出たと回答されています。いつでもコーラが飲めるって素敵ですよね。そうやぞお前。最近ツイッター民がさ、コーラを飲むために本田圭佑じゃんけんしてさ、大体負けよんぞお前。それに比べてこれ何なんだお前。これ買ったらいつでもコーラ飲めるんぞお前。ほな、いただきますが毎日できるんぞお前。そしてこちらの水素水潜水機、特別価格で900円のご提供となります。なんか安そうやなこれ。もうちょい高いイメージがあるな。何かよくわからんけど水素水潜水機はようわからんけどさ、こんな値段今しかありません。チャンスですよ。んー、どうすっぷかな。よし、じゃあおいワード、あとタップするやつだろお前。もうこれいいやつ、色が明るいやつ全部タップしとけばお試しとか
お試し気になるダイエット、キッチンに起きる食、あー読みきれんけど、とりあえずこの色が分かるやつタップしておけばとりあえずいいってことをさっきもなんだから、よっしゃ全部タップした。エクセレントだな、これはエクセレント。きた、みんなも買ってますよ。買わなくてもいいんですか。だろう、11個買おうべ。これって11個も買う、1個買えば十分的なやつじゃないんや。わからんけど、嫁さんには言わないでな。わかりました、11個ですね、すぐお持ちいたします。やった、11個も買ってくれた。11個も買うもんなんかな。わからんけどな。よっしゃ、50点だった。結構折れたのがいいな。ちゃんと起きとうかな、これさすがに起きとってほしいんやけど、これ逆に鳴らしすぎるのが良くなかったんかな。一回で十分なんかな、これ。きた、ここまではいいんやけどさ、この辺はいいんやけどさ、あ、こんなとこまでよう気になさって、あれ喋り方が違うぞ。ほんの数分で説明を終わりますので、この町にこんな若い人が来るなんてね。この前も来たわ。お話だけでも聞いていただけませんか。最近はめっきり若いのが減って大変でね。マイペースやな。よっしゃ、こっちのペース。ああ、これスタート画面スタート画面の時に出てきたニュース悪いおばあさん、あなたでしたか。ありがとうございます。私、〇〇商事でアルバイトを務めております、中田と申します。本日紹介させていただきたいのは、意識高そうな本でございます。なんだ意識高そうな本だよ、お前。なんじゃなんじゃ、ご存知ですか。どうだったかしらね。あ、そうでした。こちらつまらないものだしさ、出たー、魔のタオル、麻薬入りタオル。なんでこの時点でもう4冊欲しがってんだろうな。もうよくわからんわ。だいたいこれ1冊でいいだろう、お前。同じ本4冊も買わんだろう、お前。なかなか気が利くじゃないの。こちらが今回のパンフレットがございます。字が小さくてよく見えないね。では私から説明させていただきます。セールスポイント、最高時速360キロ、早い。スーパー GT でもここまで出んぞ、お前。100m 伸びる、早いし伸びるんぞ、お前。あらららら、らこちらの意識高そうな本、付録のローラーを装着することで、なんと驚きの360キロ毎時を超える超ハイスピードで自走が可能。秒間 100m を置く意識高そうな方、まるで夢みたいですね。ほんまに意識高そうやもん。しかも 0.5m か 100m まで自由に伸縮が可能。用途に応じて大きさを調節できるというのは便利ですよ。巨人が読むように読めるんやな、巨人の人が。今まではうちは狭いから無理と思っていた方も、これなら家の空いた収納スペースを活用できると思います。はて、お兄さんは何を言うとるんじゃ。確かに。絶対本とはずれたところを喋ってる。こちらの商品、どのように使用するかと言いますと、使用イメージ、取る、読む、載せる、取る、読む、載せる、取る、取る、取るって何だな、お前。なんこれ、こちらの自己啓発を持って写真を撮ると、できる人間になった気分が簡単に味わえます。ツイッターにあげるんじゃ。この本マジでおすすめなんで、みんな読んでくださいみたいな感じなんじゃ。宣伝になるな。わあ、全く俺と同じじゃん。海外逃亡じゃん。なぜですか社長、なぜですか社長。さらに SNS に写真をアップすることで周りから一目置かれること間違いなしです。 SNS ってなんね。そうか、やばい、
さらにこちらの商品を購入された方にアンケートをお願いしたところ、よしじゃあここのレビューが問題やな。意識高いと思う。読んでない。悟りを開いた。悟りを開いた気になるな。悟り開いてみたいな。やばい、これか。あー意識高い。悟りが開けなかった。さあこれ難しいな。意外と目が追えてないけど無難なやつ選べたな。なんと 99.9% の方が意識高いと思うと回答されています。向上心のある方は生活が充実しますよ。そしてこちらの意識高そうな本、特別価格で1100円のご提供となります。こんな値段今しかありません。チャンスですよ。あと50年は生きるつもりだからね。無駄遣いは。50年も生きるの無理だよババ。よっしゃ、もうこれまでバッドが続いたけんな。ここはうまくいくぞお前。おら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 、ワイドショーだから気になるだろお前。将来不安でもいけるだろお前。フロークとし、あ終わりかな。よっしゃエクセレント。みんなも持ってますよ。買わなくてもいいんですか。そうね、6個ぐらいならいいわよ。6個ぐらいってなの。1冊で十分でしょうね。わかりました、6個ですね。すぐにお持ちいたします。同じ本6冊も買って何に使うんだろう。うっといてなんだけど、ばあさん頭大丈夫か。